ですけど、はい、そうせざるを得ないと思います。で今こちら、ちょっとその準備期間のために少し止まって、はい、まだ時間があるようですね。あの以前のあそうですね、このタスキをかけるようになってそのまま、あの以前ずっと前はそのままスタートってこともなかったでしたっけ。そうです、あのこのタスキをかけるようになったのは最近でして、で、ね、でまあ当然タスキを取るために一回、ね、はい、止まらなきゃいけないんで止まってますけど、はい、その前はあのいわゆるこうなんていうんですか、あのフライングスタートというか、はい、あの止まることなくそのままリアルスタートが切られていましたね。ありましたね。はい。現在は、タスキをかけるという、そういった交通安全運動の一環も行っているので、一旦止まって。はい。はい、で、選手たち、ちょっとここで、もう一回身なりを整えて。そうですね。はい。で、あの、皆さん、この後ですね、リアルスタート切られますと、はい、ここから、約1キロですね、はい、いきなり登るんですよ。いきなりでしょ。しかも、いきなり。で、すごくまっすぐの、見通しのいい登り坂で、はい、勾配も、それなりに厳しい坂がいきなり現れますので、はい、前半から行こうと思っている選手はまずここで動きを見せます。あ、もう動き始めましたよ。はい、はい、これはまだおそらく、赤旗のままですね。ですね。まもなく、お、これはもうでも、あ、もう始まってますね、この感じで言うと。あ、これ、赤くかかってますね。もう用意ドン状態ですね。はい、かなりスタートからペースが速いように見えますね。いきなりの動きが始まってます。一人抜け出してますよ。抜け出しましたね。赤いジャージに見えます。はい、で、先ほど私パレード区間に気になってたんですけど、はい、あの、スカイドバイチーム、あの、スカイダイブドバイ、はい、ごめんなさい。スカイダイブドバイチームは、ユニフォームが黒基調なんですけど、一人だけ赤いジャージを着てますよね。はい。おそらくどこかの国の、あの、ナショナルチャンピオンなんだと思うんですけども、この選手は、なんていう選手か、情報ありますか？赤いジャージ。はい。ですね。そうですね、一人だけ。はい。あ、この選手、ちょっと待ちください。トルコのチャンピオン。トルコですか？か、だと思いますね。はい。はい、あ、ラファー。ええ、チトル65番の、はいはい、トルコチャンピオンの選手の可能性がありますね。あ、そうですか。トルコチャンピオンジャージですか。トルコかモロッコかどちらかです。モロッコ、はい、66番選手モロッコの選手なんですけども、トルコとモロッコときましたか。そうなんですよ。ちょっと待ちください。とどちらかがチャンピオンジャージ、そうですね、チャンピオンジャージですね。あのね、どちらかがそのナショナルチャンピオンになってました。はい、はい。すごいですね。スカイドバイ、スカイダイブドバイ、間違っちゃうんですけど、多国籍というか、いろんな国の選手が所属してるっていうことなんですね。もう、もう、やっぱり中東の、あの、いろんな意味で中東の力を見せつけてる、そういったチームになってます。はい、今、アンカーの選手ですかね。どこの選手？そうですね。アンカーの選手が先頭に立ってペースを上げているように見えますね。ここがもうきつい、いきなり上り坂ということですね。次だと思いますけれども。で、ですね。はい。すでに、あ、はい。もう、ん？ホットスポット。はい。ホットスポット今通過。うん。この宇都宮に比べれば、そこまで冷え込みは厳しくないので、はい。うん、冬でもよく走ってましたね、この辺は。この千枚田なんですけど、はい。先ほどちょっと、柿沼さん退席中にちょっと、自分こちらでの話をしたんですけど、はい、はい。この、今水が張られてる、今すべて水が張られてると思うんですけど、はい。この時期が、自分自身は一番好きかなっていう感じなんですよね。ああ、確かにそうですよね。この水田の景色っていうのは、これ、はい、日本ならではというか、はい。このね、棚田に全部水が張られたら、それは壮観ですよね。柿野さんもご覧になられたと思いますけども、はい、展望台みたいにありますね、見晴らし台。はいはいはい。ここからちょっと走って、はい、ちょうど今このレースの録画映像なんですけど、選手たちがここから山岳ポイント過ぎまして、はい、森の中の道を少し下るんですけども、その下りの途中に、この、あ、ありますね。はい、
こちらが全部見渡せるところがありますよね。高いところからこの千枚田を。うん。あります。そこからの写真が、丸山千枚田で検索していただくとたくさん出てくると思うんですけど。はい、はい。まあ、水が張られた千枚田に。はい。そこに、まあ、空の景色であったり、または夕日であったりとか映るのが一番自分は好きなんですよね。いやそうか、夕日か。夕日は私見たことないんですね。夕日の写真も出てくると思うんですけど。はい。はい。ここの、まあ、そうですね。こんなところで夕日見てたら、合宿所に帰るまで夜になっちゃいますからね。そうですね。実際普段でも、この写真を撮りに来るカメラマンの方って結構いて。多いですね。レースだからってことではなくて、写真撮る方にとってはいいスポイントというか、いいポイントなんでしょうね。で、この、ツールド熊野にかけても、はい、ツルル選手でしょうかね。まだ、あ、ドバイが二人いますね。黒いドバイのジャージが二人いるので、マンセボはリーダージャージ着ているので、多分ドバイチームは三人いますね、この感じで言うと。チーム右京ですね、今二番手で。そしてのは13人の集団。チーム右京ですか。あ、じゃあ違うか。今ドバイの選手がアップしてる。少なくとも、今先頭を引いている、これがプジョルだとしたらば、マンセボじゃない？トリックスのベンジャミン・プラス選手が一人飛び出して。そうですね。このヘリの位置は、先ほどの左のコーナーに合わせてスタンバイしているっていうことですかね。はい、そうです。おー、来た、来た、来た。関係車両が来ました。おー。オートバイカメラ後ろから曲がっていきます。一人ドラパックが遅れてます。遅れましたね、ドラパック。ドラパック遅れてます。千枚田の上り入ってます。さて、この大岩のポイントに選手がかかってくると思います。もうそろそろ来ますよ。さあ、岩の下を通り、大きな岩の下を選手たちが通りますね。映像にも映ってます。はい、大きな岩が皆さん見ていただけるでしょうか。選手たちがちょうど岩の下を通っていましたね。どうでしょう、どうでしょう。もうすでに S 席から、はい、見えてますね、選手たちが。一人飛び出したまま、後ろが二人ぐらい、あ、そうですね、ドラパック一人はすでに遅れているので、で、先ほどスカイダイブの選手も遅れているので、はい、11名ですね。11名。11名。来た。これが今、追走の11名です。あ、もう捕まってますか。ベンジャミン。はい、捕まってますね。選手は捕まってる。捕まってますね。ああ、でも、これだと、このままいっちゃいそうですね、なんだか。このまま、このフラガル峠をクリアしてしまいそうな気がしますね。はい。ちょっと崩れないまま登っていったように見えます。で、ここを過ぎると、1回、2回、ちょっと急勾配はあるとは思うんですけど、はい。おそらくここで動きがなければ多分行っちゃいますね。はい、そのまま行きますか。で、下って、最後の、緩い平坦区間というか、はい、そこで多少のアップダウンがあるので、そこで当然アタックはかかると思います。はい。はい。約10名ほどが、札立て峠。もう、ラストもう1キロ区間は。来ました。来ました。300。300ありました。ちょっと下に向け出てるかな。二人が来ました。まだ300あります。ここ250です。おお、離れてる。あっと、これはアンカーかな。一人抜け出してる。右と左に一人抜け出してます。ちょっと一人、先行してますね。この選手が逃げ切っちゃうのかな。ちょっと距離が空いてますよね。チームがどこか。OCBC だ。ここ200ですね。OCBC です。ただ、まだ距離がある。まだ距離がありますよ。で、中根選手、3番手あたりにいませんか ?50。あ、でも、どうだ。の、情報をストームに貼って、で、明日のスタートを迎えると、いうことになります。もうこの秒差の争いを各選手、もちろんそれを支える監督、チーム、関係者、その戦略の上で、本当に頭をひねらないといけないような、そういった難しい守備、ね、ということに今、はい、なるんですね。マンセボが、はい、映ってますね。一緒に座っているのがマンセボです。
はい、皆さん誇りに思ってやってくださっている上で成り立っているスポーツ、はい、競技ですね。はい。はい、もうこの映像に映っているのは、まあ、レースだけだとは思うんですけども、うん、本当にもたくさんの方が現場にいると、関わっているというのが分かるので、本当に地域の皆さんに支えられて、こういった国際レースが行われているという、あ、もうこれが表彰式、総合、今日の区間1位表彰で、まずは、フランシスコ・マンセボ選手ですね。賞状が渡されています。上り区間でのマンセボ選手の映像がはっきりと捉えられてなかったので、はい、首が傾く様子は今回残念ながら見えなかったですね。そうですね。トレードマークとも言える、はい、ちょっと傾いた、首を傾けて走る、はい、スタイルというかフォームが特徴的ですよね。はい。あちらはちゃんと現地で山岳で見てた人方が、はい、まあ見れたと思いますけど、はい、そういう細かいところまで見えるのも現地観戦ならではというか、はい、なかなかこういったテレビインターネットライブ中継ではまだまだお届けできない要素でもありますので、はい、やっぱりこれ表彰台に立っている選手で2位3位は分かりますね。2位はこれは OCBC ですか？2位が右京ですね。ビセンテ選手です。あ、ホセ・ビセンテ選手ですか。で、3位が OCBC かな。OCBC ですね。そうですね、ホセ・ビセンテ選手ですね。ね、まあ、みんな黒っぽいジャージだから、黒っぽいジャージですね。見分けがつかない。今回というか、今回、初めて聞いたんですけど、はい、ツールド・クマの賞金、もちろんこれ、プロレース、UCI レースなので、はい、賞金がかかってるわけです。はい、柿野さんもまあその賞金目指して頑張ったという面もあると思うんですけど、はい、ユーロ建てなんですね。ああ、まあまあそうですね、国際レースなので、はい、そうですね、そうだと思います。国際レースはユーロ建てなんですね。区間優勝は1205ユーロということです。はい、はい、はい。結構な額ですよね、1200。まあまあ、そうですね、結構というふうに捉えていただくか、はい、そうなのっていう逆に思われるか、いろいろ人によってだと思いますけど、はい、ね、日本の道路事情ですと、やはりこう、行動を使った競技に賞金をかけるということの是非が、やっぱりありまして、はい、ですからこの粒子熊野なんかも、始まった当初は、何ユーロっていうふうに言い方をしないで、はい、総合優勝マグロ1。で、ステージだと、カツオいくつみたいな表現で、すでにその、もので、で、マグロは、1マグロはいくらみたいな、その単位なんですけど、例えばスプリント賞は、例えばカツオ 0.5 とかですね。0.5。そういう係数があって、で、賞金換算してた、ですね、チームじゃない、レースが立ち上がった当時はそうでしたね。やってたんですか、そうやって。そうでした。ちゃんと、そういう、まあ、なんでしょう。その、プライズリストみたいなのがありまして、はい、カツオとマグロで表されてましたね。これも、ツールドクマのならではの、ユニークな表現なんですけど。はい、こちらが、新人賞、はい、アンダー23、ジャージです。はい。これは日本ナショナルチームですね。はい。清水王子選手ですね。あ、清水王子選手ですか。後続集団でフィニッシュしたということで、はい。はい。で、先頭集団には23歳以下は含まれていなかったようです。あ、なるほど。これはもう、まあ、先頭には残れなかったんですけど、しっかり第二集団で食らいついていったということなんで、はい。明日に向けて守ってもらいたいですね。そうですね。おそらく、ちょっとタイム差細かくは把握できてないんですけど、はい。このアンダー23勝も秒差の戦いですよね、この状況で言えば。でも清水王子選手も、本当にジュニア世代からフランスに渡って頑張って活動している選手ですけれども、はい、随分こういい顔というか選手の顔ですよね。もうあどけなさはなくなって本当に一人の選手としてすごいいい顔になってきましたね。本当に体格もしっかりと成長してきてるなっていうのが。そうですね。はい。15歳とかそのぐらいから注目されていますよね。
そうですね。いやいやいや、もうどんどんと成長してきてる。な、未来の日本のもうスターの候補。そうですね。本当に未来の日本ロードレース界を背負って立つ、はい、あの選手だと思います。こういったまだ明日このジャージを守るために全力を尽くしてもらいたいんですけども、うん、まずこの中間地点ではリーダージャージ、その、はい、アンダー23トップというのを獲得するというのはやっぱり、いいでしょうね、この若手の選手にとって。あ、はい、これ来ました、山岳ジャージ、これがプジョル選手ですかね。プジョル選手ですね。そうですね、今日逃げました、昨日も2ポイント取りました。はい、プジョル選手は、ジャパンカップクリテリウムなんかもですね、はい、走ったことがありまして、はい、私その時に初めて知った名前なんですけれども、随分国に帰ってというか、ヨーロッパに帰ってから、ジャパンカップのことをですね、広報してくれているようで、あれはいいレースだということで、いろんな選手に言ってくれていると。はい、まあ、そういうこともあって、はい、選手たちからジャパンカップにぜひ出たいんだっていうですね、はい、話が出ているようですね。あれ、マンセボそのまま山岳賞ですか。こちらマンセボっていうことです。ちょっとすみません。あ、マンセボ選手ですか。あれ、プジョル選手だと思ったんですけど、ちょっとなんか情報ではマンセボかもっていうふうに。プジョルですよね、こちら。先ほどマンセボ表彰台上がりましたけど。あんまフレテル峠の山岳賞の通過順位がわからないので、なんとも言えないですけど、顔出し的にプジョル選手かなと思ったんですけど。プジョル選手だと思います。なので、おそらく、札立て峠も、後ろに、はい、捕まったか、またかなり接近されたと思いますが、はい、逃げてたプジョル選手がかなり上位で通過してたはずです。ああ、なるほど。で、こちらが、こちらがマンセボ選手だと思いますね。ね、はい。マンセボ選手が、はい、ポイント賞も、ああ、そうなめですか。そうなめというか、どちらもですか。だとすると、そうか、新人賞以外は全部スカイダイブドバイということになっちゃうわけですね。そうですね。この後、黄色いジャージも、マンセボですから。うん。スカイダイブドバイっていうのは、はい、スポンサー名だと思うんですけれども、はい、これは企業名なんですか。スカイダイブは企業名だと思います。ああ、何の会社なんでしょうかね。調べてみましょうかね。胸にスポンサーがスカイダイブと出てますけども。はい。はい、その名の通り、スカイダイビングの会社なんですかね。ドバイは本当に観光の国で、もちろんスカイダイビングも行ってるでしょうし、はい、リゾートの別荘みたいなのもありますし、今年。なんか名前がすごくユニークな、チーム名なので、ドバイでスカイダイブっていうことを想定、砂漠の上で飛ぶのかみたいな感じがイメージしちゃうんですけど、そういうことなんですかね。スカイダイブドバイ。見てみましょうね。あ、そうか。ドバイはザワールドもドバイですね。ここは英語も話せますよね、おそらく。マンセバは、まあ、過去いろいろ紆余曲折ありまして、ヨーロッパのチームに加入できなくなってしまったという、はい、まあ、あれもありますけど、はい、その後、アメリカ系のチームを何年もこう、はい、渡り歩いているので、はい、まあ、英語も話せると思うんですけど、はい、ではもうこのまま、はい、持ち投げが行われますね。あ、恒例の持ち投げ大会ですね。いやー、でも、マンセボが、餅を投げる図は、ね、ツールで活躍してた頃、まさかマンセボが日本に来て、餅を投げるとは、夢にも思いませんでしたけども、餅を